エビチャンネルです。今日はメインスタンド建て替え工事中の大府競輪場に来ております。今関東門から競輪場の様子を映してるんですけども、ご覧の通り関東門の向かい側にあったメインスタンドは綺麗に撤去されております。それでは中へ入ってみましょう。メインスタンド建て替え工事中は本場開催もなく、選手が練習をするだけなんですけども、今の時間地元選手が練習している様子はありません。ここは以前清水宏斗選手が大府競輪の開設記念で初優勝した時に落とされた池です。なんかすごいことになってます。で、近々こちらのセンターポールカメラの方も改修工事が行われるようで、その期間中は大府競輪場使えないそうです。まだ数ヶ月しか経っておりませんけども、バンクの内側、草が伸び放題となっております。幸せます、ホープくん。ホープ競輪場のメインキャラクターのホープくんが描かれております。イメージカラーのピンクもちょっとくすんできておりますね。で、ホーム側からメインスタンドがあったところを見てみると、もうこんな風に綺麗に更地になっております。あちらのあたりに元正門があった方側に交流ゾーンができ、もともとメインスタンドがあったところに新しいメインスタンドができ、あそこは西食堂ですけども、あれも工事が終わると壊されてメインスタンドの中に入るようです。こちらのレクレーションセンター、サイクルシアターはこのまま残るようです。使うかどうかは分かりませんけども、久しぶりにバンクの中を歩いてみましょう。今日は誰も練習してないので撮影にはもってこいですね。30度以上のカントのついた大府競輪場は333メートルのバンクとなっております。よいしょ。今1コーナーのバンクの一番上にいるんですけどね、結構角度があって怖いですね。とっ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 と勢いがついてしまって
必死で駆け下りてきました。はい、今甲府競輪場多目的駐車場、旧野球場の駐車場に来ております。工事が進んでこのような状態になっております。またこちらの方はメインスタンドがあったところですが、きれいに解体されて更地になっております。練習している選手に言わせると風がものすごく強く感じるようになったとのことです。で、今多目的駐車場の方は東側の野球場のスタンドがあったところを壊しております。こんな感じに作業員の方が作業されております。東側の道路から見るとこのようにフェンスというか壁が取り除かれて、きれいに整地されております。で、いずれ工事が終わると駐車場への出入り口はこの辺りからになるみたいです。こちらは以前確定板があったところですが、きれいに確定板は撤去されて基礎の部分のみ残っております。バンクを散歩するというのも久しぶりなんですけど、はい、令和6年11月甲府競輪開設記念で皆様に新しい甲府競輪場のメインスタンドがお披露目されると思います。その際はぜひ甲府競輪場に足を運んでいただき、車券を買っていただきますようよろしくお願いいたします。今日は現在メインスタンド建て替え工事中の甲府競輪場からお送りしました。よろしければグッドボタンやチャンネル登録をお願いします。バイバイ。